それでは周南市の観光 PR よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。周南市、皆さんご存知の方少ないと思います。徳山という、新幹線が止まる駅がありますけど、そちらから参りました。さっき豊富さんがおっしゃいましたように新幹線で1時間半と、近いので